中の88の県の中には今全2015年まで全部高速道路がつながっています。これは紀州から今紀州から上海、紀州から雲南省の昆明、また成都とか、あと南の広州までの高速道路も全部つながっています。今紀州ではあの高速道路のキロ数は今6000キロあります。また、2000キロも今工事中で、あと2年間で全部できます。まあ、紀州は山の国ですから、新幹線もまた高速道路もですね、全部山の中で、作ってですね、景色を見るととても素晴らしい。また今紀州はですね、注目、全国の中で世界遺産はですね、一番多いです。今紀州ではですね、世界遺産は5個あります。その中には世界自然遺産は4個、また世界文化遺産1個あります。今の写真は2007年登録されました中国、南方カルスト地形の蓮舫というところです。こちらは自然の景色ももちろんいいですけど、また少数民族もですね、ちゃんと住んで、少数民族の村と自然の景色も両方も全部見えます。これは2010年丹下で登録されました紀州の石水という世界自然遺産です。これも紀州のもう一箇所の世界自然遺産、2014年登録されました雲台山、雲台山です。これは今年一番新しい、中国でもすごく知名度が高い貴州省の道人の盆城山というところです。ここは今年の5月世界自然遺産に登録されました。この盆城山はですね、湖南省にもすごく近い、湖南省の張家界には遠い、近いです。こっちからですね、湖南省の張家界まで大体200キロしかないです。今高速道路全部できました。またこの道陣も今空港もできました。だからこの盆城山に行くのはですね、交通の面で全然問題ありません。これは貴州省 の世界文化遺産、上の方のカイロットというところです。紀州はですね、今世界遺産の以外にまた見るところがいっぱいあります。さっき皆さんご覧になった少数民族、また紀州省の書道の紀陽ですね。これは紀州の書道の紀陽の景色です。これは中国人はみんな知っています。高架住大幕府、今アジアでもナンバーワン の滝です。高さは77メートル、幅101メートルあります。中国人はみんなこういう観光地をよく知っています。こちらはですね、貴州省と雲南省の省境のところにある広義の万宝林というところ、つまりここはですね、その山ですね、パンみたいな形をして、数がたくさんあります。なんか1万以降の数があるんで、特に毎年の2月と3月、菜の花の季節がとても素晴らしいです。こっちも同じ広義のもう1箇所の観光地、バレ川峡谷。次はですね、貴州省今人口は4000万、がいて、その中には少数民族は3分の1を占めています。さっき皆さんご覧になっているのは貴州のトン族の踊り子です。貴州は今少数民族は、1000万、その中は人口が一番多いのはミャオ族、次はブイ族、3番目はさっきのトン族です。これは紀州の山の中の段々畑、今5月ちょうど収穫の季節で、まあ、棚田の景色もですね、とても素晴らしい。これは春の田植えの前の景色です。
これは貴州の少数民族の部落、これは苗族の一番大きい部落、セイコというところです。この写真は貴州の少数民族のお祭りの時、たくさんの少数民族の人はみんな正装を着て、また飾り物もつけて、まあ、踊りの場所にいて、ご覧の人は一緒に踊ります。これも貴州の苗族の子供です。苗族の人は子供の時代の時から歌とか踊りの勉強が始まって、だからみんなもですね、歌も上手だし踊りも上手です。これはさっきの踊りですね、鳥の踊りです。また貴州は世界遺産の以外に、またいろんな文化、無形文化遺産もたくさんあります。さっき苗族の女性は苗族の歌を歌って、今苗族の歌もですね、もう中国の無形文化財にも登録されました。また貴州は自然の景色の以外に、少数民族の部落も面白い、皆さんぜひぜひチャンスを作って貴州までお越しください。これはお祭りの時です。これはさっきのトン族の踊り子たちはこういう村の中に住んでいます。はい、トン族はですね、貴州でもとても有名な少数民族で、村の中にこういうコロがあります。はい、コロがあります。トン族の人はみんな歌、トン族の歌が上手。このトン族の歌、以前もですね、日本で演出したことあります。これは苗族の方はお祭りの時、ご覧の人はみんな料理を作って、お食事の時もみんな一緒に食事をして、とても賑やか、とても賑やかです。これもお祭りのことです。まあ、今貴州省の山の中の少数民族もですね、お祭りもたくさんあって、漢民族と違って自分の民族の祭りがあります。また貴州省の今観光のコースですね、貴州の書道の企業を中心として、西とか南、北部とか全部コースができました。今日はですね、貴州センターはとても新しいパンフレートできましたから、皆さんぜひぜひ見てお願いします。まあ、貴州はですね、景色と少数民族の部落の以外に、また美味しいお酒と美味しい料理もあります。貴州のお酒はマオタイ酒、中国では中国人としてはみんな知っています。まあ、中国の国のお酒と言われています、マオタイ酒で。またもう一枚の写真は貴州の少数民族の最高の名物料理、酸タン油という料理です。貴州は美味しいお酒あって、また美味しい料理もあります。まあ、日本の皆さんぜひぜひチャンスを作って貴州までぜひお越しください。今日はどうもありがとうございました。